大阪松竹座は、大阪府大阪市中央区道頓堀一丁目にある、日本の劇場である、松竹株式会社が経営している。なお、この劇場は、劇場外、道頓堀を表す、道頓堀五座には含まれない、1930年のポスター。洋画と、松竹楽劇部のレビューが、閉園されているテラコッタを使用した、ネオルネッサンス様式の正面大玄関の特徴ある、 アーチを持つ劇場建築は1923年に竣工する。イタリア・ミラノのスカラザをモデルに、大林組の設計技師、木村徳三郎が設計した、日本初の鉄骨、鉄筋コンクリートの映画館であり、大阪発の洋式劇場として、同年5月17日に開場した。オープン初日のプログラムは、エルン・ストレビッチ監督のドイツ映画、ファラオの恋。 小竹蒲田撮影所の野村カオル監督の映画、母が上映され、映画の幕合に、小竹学劇部第一回公演、アルルの女が上演された。梅田の北の劇場と並ぶ、大阪の洋画の殿堂として、優秀外国映画の上映を行ったほか、小竹学劇部から発展した、大阪小竹少女歌劇団のレビューも行った。第二次世界大戦後は、 小竹映画の風切り館として再開したが、その後様がロード召喚に転校。1970年代以降は、渋谷パンテオン、丸の内ルーブル系列の映画館として、タワーリング・インフェルの、ジョーズ、E.T., ラスト・エンペラー、ボディーガードなど数多くのヒット作や大作を上映。また2階には、小竹芸能の本社事務所が、テナントで入っていた。 1994年5月8日に映画館としての役割を終え、劇場へ改装するため閉館。最後の上映作品は、風と共に去りぬであった。松竹座の正面外観1997年2月に外観を残しつつ、最新設備を備えた劇場として、新築会場。松竹製作の歌舞伎、新劇、松竹新喜劇を中心に、歌劇、 ミュージカル、コンサート等も上演されている。また、2004年には66年ぶりに、大阪小畜歌劇団による、レビュー、春の踊りが復活し、以後毎年恒例となっている。ありがとうございます。